1806年7月12日のライン同盟規約、ナポレオンの署名のページ。ホーエンツオレルンジグマリン元公広告の、小本ライン同盟主座大使教皇、カール・テオドール・フォンダール・ベルクが、規約に署名した場所であるベルト・アンデア・ドナウジをライン。同盟規約は、1806年7月12日、フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトの全権大使と、 ドイツ諸国16名の全権大使の間で合意された条約。批准は7月25日にミュンヘンで行われた。条約により、ドイツ諸国16名は新生ローマ帝国を脱退。ライン同盟を成立させ、その原価名国となった。条約の成分はフランス語で、その用語はドイツ語とは違うものであるため、ドイツ語版は法的に有効な条約ではない。 ナポレオンが1812年ロシア戦役で大敗し、ロシア帝国とプロイセン王国が1813年3月9日にドイツの人民にフランスへの対抗に立つこととライン同盟の解散を呼びかけるとき、ライン同盟からはメクレンブルクシュベリン公国とメクレンブルクシュトレイリッツ公国しか支持を得られなかった。同年夏に大仏大同盟がフランスに数回勝利を挙げると、 バイエルン王国モリート条約でライン同盟から脱退した。ライプツヒの戦いでフランスが大敗するとライン同盟は実質的には消滅した。ありがとうございます。